皆さんこんにちは。今回は100層の実装が公式で出してる情報で確定できたので、ちょっとお伝えしようと思って動画にしました。これ11月のあのメモリアルな日にって多分5周年しかないと思うんですよ。で、まあ前回の動画で94層と99層が来るっていうのを言ったんですけど、まあこの調子でいけば100層来るしかないよねみたいなことを、まあ個人的に思ってるっていうのを言ったんですけど、まあもう確定で情報が来てしまいました。おそらくというか今年の11月に100層が来ます。まあツイッターでもツイートしたんですけど、ツイッターやらない人とかツイッター見ない人とか、攻略サイト見ないけど YouTube は見るみたいな人もいるんで、ちょっとここで、まあ、最新情報出たということで動画にしました。で、なんか新キャラクターも出るらしくて、どこで出てくるかわからないんですけど、このノッテっていうキャラクターですね。刀っぽいのかなこれ。まあ今後の公式生放送にて公開予定ってあるんですけど、この前回のウィークエンド IF ですね、一番最後にあった前回あの94層と99層の生放送の最後に、このご視聴ありがとうございましたっていうので、これシルエット出てたんですけど、やっぱり新キャラでしたね。みんな何このキャラって言って、どのキャラもなんか結びつかないようなシルエットで、なんだろうと思ってたらやっぱ新キャラでしたね。まあ、このキャラも今後ね、どういう場面でね出てくるかっていうのが気になるんですけど、これなんだろうね、この背景赤いけど、これが100層なのかな、これ始まりの街、これ100層なのかな、これあれなのかな、100層フロアボスのボス部屋とかじゃないよね、どうなんだっけ。まあ、後でまたオーディナルスケールの映画ちょっと見てみようかな。まあ、とにかく100層が実装予定ということで、最新情報は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では皆さん、さらさら。